今アメリカのスーパーのトレーダージョーズっていうところに来てます。果物は普通日本と同じで、スモモかな、あとメロンもあります。パパイヤとか、あとはスイカもあるし、マンゴーも売ってます。これドラゴンフルーツかな、違うか、ライチかも売ってます。ここは野菜のコーナーなんですけど、これは枝豆 2.99 ですね。枝豆売ってます。あとはこういうケールチップスとか、オクラの乾燥したやつ、あとブロッコリーの乾燥したチップスとかも売ってます。今日は韓国のチュンブ、韓国のチュンブマーケットに来たので、私がおすすめするラーメンを紹介したい、していきたいと思います。まず1個目はこの辛ラーメン、定番だと思うんですけど、これは値段は今 3.99 ドルですね。でこれは何だろう、辛いの好きな人だったら普通にちょうどいい辛さで食べれると思います。あとは2つ目はこれですね、これブルダックボック炒め麺、結構日本でも流行ったと思うんですけど、これはなんか普通のブルダックよりも甘いですね。味がカルボナーラ味なので甘いしクリーミーな味です。私はめちゃめちゃ好きです。あとはこの同じシリーズなんですけど、ブルダックボックンタンメンっていうんですけど、これは若干なんだろう、ラーメンなんだけど、もうちょっと麺がうどんみたいな、ちょっともっちりした感じで、ただ辛いだけじゃなくて甘辛い感じです。で、4つ目に私がおすすめするのはマッチャワン、マッチャワンなんですけど、これはジャージャー麺みたいな感じでめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと中華っぽい味なんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。はい、カレー見つけました。ゴールデンカレー、バーモントカレー、コクマロ、あ、とろけるカレーもあります。これは3ドル、3.49 ドル、日本よりは全然高いけど。あとわさびも、柚子胡椒とかも売ってます。 3.99、 これは多分日本にあると思うんだけど、ちょっと高めです。あとは唐辛子。ここはお醤油コーナーなんですけど、このキッコーマンの醤油、日本で売ってるやつはこの値段です。ここはお菓子コーナーなんですけど、日本のお菓子はここかな、キットカット、これ1袋で4ドルとか、めっちゃ高いですね。あとは柿ピーは、これは3ドル、ほぼ4ドルなんですけど、あとはかき揚げ、かき揚げっていうのかな、これも売ってます。でもやっぱ韓国のお菓子が多い感じです。ほぼ韓国のお菓子かな、これとかフォカチュもそうだし、あとは有名なやつで言うとこのハニーバターとかも韓国のです。ここはドリンクのコーナーなんですけど、日本のはこれ大葉茶のほうじ茶とかが 1.49 ドルで売られてます。あとラムネもあります。皆さんこんばんは。今日は私がジュンブマーケットとトレーダージョーズに行った時の動画を載せてみました。トレーダージョーズっていうのは日本でいうとマルエツみたいな感じかな、普通に食品売り場、食品売ってるスーパーって感じで、ジュンブマーケットはアメリカに
どのくらいあるかわかんないんですけど、シカゴにあるところに私は今回行ったんですけど、そこはもうアジアの食品売り場みたいな感じで、もうあの動画にはちょっと一部しか載せられなかったんですけど、ラーメンもあるし、なんだろう、乾燥したキノコとか、あと海苔もあるし、うどんもそばもあるし、あのいろんな香辛料とか、あの調味料もたくさん売ってます。で、日本のだけじゃなくて韓国のもあるし、中国のとか、なんかアジア系の、あの食品売り場なので、あのいろいろたくさんありました。うん、なので今度皆さんが行く機会があったら、ぜひジュームマーケット本当におすすめです。特に海外留学生とかだと、あのやっぱり日本食が恋しくなったりとかすると思うので、おすすめだし、あともし皆さんが、なんだろう、紹介してほしいものとかお店とかあったら、コメントとかいただけると嬉しいです。なんか、うん、お店だけじゃなくても、何々なんかについて動画作ってくださいとかっていうリクエストがあったら、私ができる範囲でやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。ちょっと課題があるので、課題やります。動画ご視聴ありがとうございます。バイバイ。